ブバイ河原の駅。ブバイ河原駅は、東京都府中市片町2丁目にある、京王電鉄、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。京王電鉄の京王線と、JR 東日本の南部線が乗り入れており、経営2社に路線の接続駅である。京王線には、京王25、南部線には、JN21 の駅番号がそれぞれ付与されている。 両者が校内を共用する共同使用駅で、出札・改札ともに、京王電鉄の管轄下にあり、JR 東日本の駅員は配置されていない。なお、JR 東日本の駅設備は、府中本町駅が管理している。2007年6月までは、南部線、川崎立川間で唯一緑の窓口が設置されていない駅だったが、それ以降、 南部線の一部の大駅でも緑の窓口が廃止された。代替として、定期券、指定席券売機が設置されている駅が多いが、当駅には設置されていない。マルス端末、ポス端末の設備がないため、特急券、指定券、特別企画乗車券などの発売はしないが、当駅発着の遠距離乗車券、片道、往復の補充片道乗車券、ただし前売りは、不可。 券売機で発売できない一部の回数券、補充回数券や当益発着の定期券を、時期定期券に限り発売している。当益は、自動改札機の導入が、京王の他駅に比べて大幅に遅れたため、用カードは入り、出場も、自動券売機での使用もできない時期が長く続いた。自動改札機が導入されるまでは、京王線本コースと、 南部線コンコースとの間に連絡改札はなかった。最初の駅名となった、屋敷分とは、当時の地名、屋敷分村から名付けられたもの。改名された部外瓦は、部売と川原の複合地名で、過去の歴史に基づく。1333年、現行3年5月に、鎌倉幕府を倒すために挙兵した、新田義貞と、幕府側の北条や水泳が戦った。 ふんうめ古戦場、ふん河原の古戦場という古戦場跡があり、駅前ロータリーには、新田義貞の像がある。なお、1454年、京都区4年にもこの地で、鎌倉久保、足利重氏が関東管令、上杉氏を破った合戦が行われている。なお、地名表記は、ブ梅と、文梅があり、由来は、この地がしばしば、玉川の氾濫や、 土壌の関係から収穫が少ないために、区分田を倍に給したところであったという説から部売、梅にまつわる土地が多いことから、分梅などと諸説あるが、なぜこの地名になったかは、資料がなく、未だに不明である。かつては分配、分売とも読まれていた。住所表記上の地名は、駅舎を含む京王線の東側は、府中市片町、西側は南部線の北側が、 三好町、南側が、文梅町である。南部線の北側は、かつての屋敷分村で、上記の通り旧駅名の由来となった。東西方向に伸びる立川崖線に沿った崖下に、JR ホームがあり、その西端を、京王ホームが、南南西、北北東方向に直行し、その交点の北東側の崖上に駅舎がある。 コンコースが狭く、乗り換え対応の自動改札機で仕切られているため、ラッシュ時はかなり混雑する。コンコースは、JR ホームを1階、KO ホームを2階に例えると1.7階といった高さにある。コンコースから、JR 上りホームは直接階段を下る。下りホームへは、K、KO ホームと同レベルの古線橋へ少し上がり、線路をまたいでからホームに降りる。 コンコースの混雑を緩和するために、この湖線橋の通路の途中に、京王下りホームに直結する連絡改札がある。営業時間は、始発22時まで。また、主に東芝の事業所への通勤客のために朝、ラッシュ時に限り JR、下りホームから直接隣接する道路にアクセスする、臨時改札が開く。この臨時改札に限り、JR 東日本における、 管理駅の隣駅である、府中本町駅の駅員が出向いて、改札業務を実施し、簡易水下改札機が2台設置されている。コンコースから、京王下りホームには階段を少し上がる。上りホームに行くには、地下道を使う必要がある。トイレは、京王側は、改札構内に、JR 側は、立川方面ホームに設置されている。京王側には、 ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレが併設されている。エレベーターは京王、JR 両方に設置されている。府中側が、地上、中河原側が、森土高下の相対式ホーム2面2線を有する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り、JR を除く。 各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。改札を出て、左に向かうと、ブバイ河原の商店街であり、商店街を北進すると、東京都道229号府中町付線、旧甲州街道にぶつかる、商店と小規模事業所、住宅の混在した地域である。改札を出た右方は、古線橋で南部線とその横の道路を渡り、 駅前南ロータリーに出る。ロータリーは改札口から見て、段球の下になるため、古線橋はロータリー側のみ階段、スロープになっている。事業所などのビルもあるが、少し離れると、主に低層の住宅地である。ロータリーには、タクシー、路線バス、数社の送迎バスそれぞれの乗り場がある。サントリー府中工場の見学者用、バス、通称、 モルツバスもここから出ている。南部線の踏切道を南進すると交差点の先に、武蔵府中税務所がある。武梅河原の駅、商店街を抜け、旧甲州街道街道に出て左へ踏切を渡った、先にあり、徒歩で3から4分。片町文化センター上記武梅河原の駅の一つ、府中駅側の停留所。街道に出て右へ。距離は同程度だが、踏切を通らない。 ブバイ河原の駅南口ロータリー内。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。